わ、偉いね、ちゃんと待ってるんだね。うわ、うわ、こんにちは。え、バグってる、もしかして。あら、これはどういうこと。いるよ。来ちゃった、やばいやばいやばい。最近ボックスワインばかり飲んでいます。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、藤田美志郎です。チャンネル登録、グッドボタン、それからもしよかったらツイッターのフォロー、ぜひよろしくお願いします。はい、ワインの話は後でしましょう。バイオハザード4、今日も続きからやっていきます。前回なんかここ敵がワンサか来たけど、今は大丈夫なのかな。あー、なんかそこにいるのか。まあ進まなければ大丈夫ってことかな。 OK。 そしたら、なんか売ったりするものは、あ、マシンピストルの弾いらない。でエメラルドウルー、この辺はまだ一応持っておこうか。あ、猫ちゃん、なんかはめる穴が3つあるって。なるほど、そうだったのか。 OK、 とりあえずじゃあ今はよくって、で、アタッシュケースさ、いらないと思うんだよね。まあ今も結構パンパンではあるんだけど、溢れ返ってはないからね。収まってるから。あ、マグナムキラーセブン。あ、全然強そう。え、欲しいこれ。ちょっと待って、じゃあマグナム売っちゃおう。え、ちょっと待って。ごめんなさい。マグナム、あ、ちょうど弾リロードしてないからゼロだ。オッケーオッケー。そしたら、ちょっとマグナム売っちゃおう。マグナム売っちゃって、こっちのマグナムにしよう。うん。じゃあこの新しいマグナムを、かっこいいね、使うことにして、で、なんか改造、あ、マグナムは？あ、改造できないのか。これだって売っちゃった方だもんね。改造のとこないな。まだできないだけなのか、あれがそもそも改造できない銃なのか、どっちだろう。うん、まあまあいいでしょ。あ、このタイプのショットガンあんまり好きじゃないんだよな。まあいいや、ライオットガン、ショットガンはライオットガンでいいや。ちょっとショットガンの威力上げたい。うん、30円になっちゃったお金。もううまい棒値上げしたから買えないよ、うまい棒3本。2本しか買えないよ。OK。 そしたら、まあセーブはいいでしょう、死なないと信じて。で、待って、なんか目の前になんかいるから、あ、もしかしていっぱいいる、どのくらい近づいて平気。あ、なんかいっぱいいるわ。あ、ごめんなさい。わ、偉いね、ちゃんと待ってるんだね。まあこの人、ヘッドショット狙いたい。オッケー、撃てる敵は撃ってしまおう。お、貫通したね。今2枚抜きしましたね。倒した？オッケー。あー、ライフルの弾もうないのか、残念。よし、まあ行きましょう。そしたら何もない？何もないね。1300円、マグナムの弾、ハンドガンの弾1400円。 OK。 これ何、ドアじゃないのか。こんなとこあったね。あー、あったわ。なんかあるかな、お金があったかね。あ、そう、それでワインはね、もともと好きか嫌いかだったら好き。開かない。向こう側から鍵、あ、そうですか。好きか嫌いかだったら好き。
ですっていうぐらいの好きさだったんですけど、なんて言えばいいの、めっちゃ好き、お酒としてワインがめっちゃ好きってほどではない。私はウイスキーが好きなので、ウイスキーとか焼酎の方が。あ、これは入れるわけじゃない。入れそうだけどね、このワイヤーみたいなの。レオンさんならバキバキっと折って入れそうだけど、まあいいや。え、これ、あ、やっぱ敵いるね。あれ、ライフルの弾ないんだっけ。あ、ないのか。そっか、ライフルで狙っちゃいたかったな。ここから撃てるかな。めんどくさい、いいや、行っちゃおう。おいで、よいしょ。一人だけだもんね。あれ、倒した、倒してないよね。強いね。あー、望まぬハグを受けた。撃っちゃおう。じゃあそろそろ死んでくれてもいいと思うんだけど。 OK、 よし、リロードして、ハーブ、それと1500円。調べる。食料ばかりで怪しいものはない。そうですか、ちょっと怪しそうだけどね。中身大丈夫？それなんか謎の肉とか入ってない？そうで、あー、なんかある。まあ、ワインは、え、この中弾なの？なんか銃とかじゃないんだ、弾なんだ。ワインはまあめすごい好きってほどではないんですけど、まあ普通に好きぐらいで。なんかいますか？うわ、虫がいっぱいいる。ウジ虫。この肉腐ってないか？まあそうでしょうね。まあそうでしょう。わこんにちは。あ、やめてください。あ、やばい、死んじゃう死んじゃう。ちょ、回復しよう、とりあえず回復しよう。あ、びっくりした、死んじゃうわ。え、あ、お亡くなりになられた。1500円、ありがとう。まあびっくりしたといえばしたけど、してないといえばしてない。というか、なんというか、なんか最近さ、そのホラーとか、そのまあホラーのびっくりに対するさ、だから耐性がどんどん上がっていくことによってさ、私はこの先ホラーを楽しめるのだろうかというちょっと疑問が生まれてるんだよね。いや、楽しめはするんだけど、もちろん全然好きなんだけど、なんかそのホラーを、そのドキドキ、怖い、スリル満載的な感覚で楽しむわけじゃないだろうなって思うんだよね。まあそんなことはいいんですけど、何の話してたんだっけ。あれよーん、アシュリーの声がする。 Help me, Leon。 なんかいる、こんにちは。え、バレた、バレている、バレているのね。バレているところ申し訳ないんだけど、ヘッドショットちょっとさせていただいて、なんかこっちには来ないんだね。このままヘッドショットしてたら倒せるかな。こっち来ないね。かわいそうになってきたな、なんか。ちょっと普通にショットガンとかで倒すか。何の話してたんだっけ。倒した？倒してない。え？倒してないよね。そう、でもなんかまあ最近母親がね、すごいワイン好きで、まあ母親の影響もあって、ちょっと最近はめっちゃワインを飲んでるんですけど、私そのお酒すごい好きなんだけどさ、お酒に対する知識は全くないわけ、本当に。下降りてもいいのかな。敵いるね。でもチラ見、チラ見、チラ見せ、敵のチラ見せしてたよ。ほら、こんにちは。なんかあなたでも襲ってこないよね。なんか他にもいる？うわ、撃ってくるやついる。こんにちは。うわ、びっくりした。なんか後ろにいる？後ろにいる？後ろに、え、あ、なんかいっぱい来た、いっぱい来た。あ、投げてこないで、それ痛いから、そういうのやめて。おい、痛い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 。ちょちょちょ、どうしようどうしよう。あの、なんか投げてくるやつが痛いのだけど。敵がいっぱいいるわん。うわー、ピッチャーになった。あー、痛い痛い、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう。ちょちょちょ、落ち着いて落ち着いて、話し合えば分かり合えないかもしれないけれど、まずは話し合うところから始めないとダメじゃない。よし、蹴る。で、回復しとこうか。最近なんかあれ、こうで
か中身だけ出た。どうした？あれ、あなたまだ眩しがってる。眩しがっている人がいるわ。あー、ビッちゃんになるね、これ。またビッちゃんになるよ。生きてるよね、まだこの人。はい、蹴る。蹴って。OK？ ビッちゃん、なんかまたあれか、その寄生虫タイプか。多分、倒しても上のが、出ちゃうの、では。倒した？ほら！大丈夫？倒した？倒したね。気持ち悪いね。何の話してたか忘れた。お酒は詳しくないって言ったのか。そう、好きだけど別に詳しくはないんですけど、なんかね、その最近瓶のワインじゃなくて、真偽の光なんかにはめるやつか。瓶のワインじゃなくてね、箱に入ってる、いっぱい入ってるやつ、箱になんか3リットルとか2リットルとか入ってるやつの、なんか今調べるって出た。こいつら何食ってんだ確かに。そう、箱にいっぱい入ってるワインを飲んでるんですけど、あ、黄色、噂をしてたら黄色ハーブ出た。噂してたっけ、私頭の中で解決してたかも。黄色ハーブ最近拾ってないなってなんか言ったつもりでいたんだけど、もしかして言ってない？まあいいやこれなんかお酢とかじゃないよね。違うね。そう、なんかね、瓶のワインよりもそのいっぱい入ってるボックスのワインの方がなんか質がね、ちょっといいらしいんだよね、うちの母情報ですけど。だからね、そのなんか箱のワインって、いや、私ここから来たんじゃないよね。箱のワインってなんかね、量の割に安いんだけど美味しいっていう、そういう感じなんですよね。だから最近は箱のワインを飲んでるんですけど。お？アシュリー、リアン！Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. ん？何これ、時間制限とかじゃないよね。なんかこうやってさ、あの行く場所をさ、表示マップとかで表示するときってさ、なんか時間制限とかかなって思っちゃうけど違うのかな？どうやって行くんだ？今自分はどこ？自分の場所って出ないの？まあいいや。オッケー、アシュリーが、あのシーン覚えてるな、なんか。今のムービー。そしたら、まあ行っちゃっていいのかな？なんかある、ここ、空いてる。ショットガンの弾。ここは？あ、ライフルの弾。で、あー、商人がいる。セーブあるの？あ、セーブはない。商人がいるだけか。なんだここ。あ、あそこもなんか、引き出しが開いてる。商人に用ないよね、今ね。ないと思うわ。そしたら、そうか、黄色を拾ったから、緑黄色、あれ緑黄色ってできないんだっけ。あ、そうか、なるほど、オッケー。じゃあ赤を拾わないとダメなんだね。そうしたらこれ緑にしちゃおうかな。うん、オッケー。で、商人に用はないと思うので、お、なんだ、ああ、え？なんかどうすればいいの？倒
倒せばいい？え、どうなった今？一人いるね。なんか爆発してくれてもいいんだけど。落として、それ。落として。落としてくれないな。なあ、どうすればいいのこれ。進めないじゃんね。あ、リロードしちゃった。え？これどうすればいいんだろう。あれ、なんか何もしなくなった。え、バグってる、もしかして。え、どうした、バグった。え、え、バグった。え、だ、え、入っていい。あ、ダメ。あ、そう。え、でもなんかおかしくない。バグったのか。え、どうすればいいんだろう。投げていい、これ。あれ、閉まっちゃうな。閉まっちゃうの。どうすれば。ああ、ある一定まで近づいたら閉まっちゃうのか。ちょっと分かんなくて調べちゃったんですけど、敵を全部倒さないとダメなのか、そういうことかな。なんかうろうろしてるけど大丈夫、どうしちゃったの。バグった。バグったっぽくない。もうこのまま、もしかしたら倒したらいいのかもしれない。あ、いける。あ、いけた。え、いけました。ちょっとバグってたよね。あー、サイドステップされた。ちょびっとだけバグってたような気がするんですけど。まあ気にしないでいきましょう。てか、なんか嫌な予感するんだけどさ、ここの場所ってなんかあれじゃない、あのライフルじゃないと倒せない敵みたいなやつ出なかったっけ。なんか覗いて弱点打つみたいな。え、これスイッチじゃないの。あ、ここ関係ないの？あ、そうなの。関係なかった。マシンピストルの弾か。他何にもない？なんかここスイッチっぽいけどね。違うのか。なんかライフルで覗いて、なんか弱点を打って倒す敵みたいなの出なかったっけ？ハーブがあるでござる。セーブがあるでござる。時間はまだもうちょっとできそうでござる。お、懐中時計。セーブするか。ちょっとセーブしますね。お待ちください。オッケー。あ、もしかしてハンドガンの弾ない。あら、ないわ。例えばさっきワインの話が途中だったけど、あれどっから来たんだっけ。私もうすぐ迷子、すぐに迷子。マップを見ればいい。ん、ここって、あ、反対側から鍵のとこか。あ、なるほど。いや、なんか嫌な予感するな。上登ってみる。オペレーティングルーム。ん？これなんか飛び降りれるのか。さあ、まあとにかくね、ボックスワインの方がなんか値段の割に質がいいと。開ける。開けちゃった。ということで、ボックスワインばかり飲んでいます。言ったらそれだけです。え？地図を見る。なんかアシュリーの元に行きたいはずが気づいたら全然違う方に来てるね。まあいいのかな。え、やっぱそうじゃない。なんか記憶が
こんにちは。失礼します。ほら、あいつじゃないの？あいつ。あいつなんかさ、そのライフルで覗いて、かなり高価そうな実験装置。うん。よほど重要なものを研究していたようだな。え、これフラグ立っちゃったもう。あいつなんかそう簡単に倒せないやつじゃないの？ちょっと待って、アシュリー先に会うか。アシュリー連れたままあれ倒すんだっけ？下の階だったのか。そういえばここなんか降りれるよね、飛び降りると。ただドアの前に降りるだけか。開ける。あら、こんにちは。そしてさようなら。もう一人いるぞ。弾、ハンドガンの弾ないんだよね。はい、さようなら。はい、あなたもさようなら。ハンドガンの弾がない。まだ生きてるよね。強いよね。頭に何発打ち込まれたの、あなた。死んだね。よかった。そのビリビリするやつ私にくれない？その棒を私にくれない？ハンドガンの弾ないの、やばくない？大丈夫？あれ、ここ来たところだ。あれ、間違えた。え？あれ、ここから来たんだ。倒さなくてもいい敵を倒した、もしかして。あれ、目的地がさ、ん？え、どうやって行くのそれ。ちょっと待って、分かんなくなっちゃった。え、でも1個下の階なんだよね。ちょっと待ってね、私は迷子です。あれ、そこどうやって行くんだ。やっぱこっち進むんで合ってるのか。進んじゃおっか。わかんないもんね、なんか。わかんないもんねとか言って、私が地図が読めないだけなんですけど、行っちゃおっか。え、でもなんかそのさ、なんだっけ、そのサーモグラフィーみたいな、なんていうの、なんたらスコープみたいなやつじゃないとダメなんじゃなかったっけ。そんなことない。こう開けていい？開かない。内側の何かに引っかかっている。ここから狙うとか違うよね。死体の検査か。何が引っかかってる。私が撃ってどうにかできるとかではないのか。調べる。開かない。右の端末で制御している。左のドアをロックしてる端末のようだ。操作する。はい。あら、これはどういうこと？ああ、左上から右下につなげるって感じか。どういう動きなの？普通にそういうことか。ああ、すごい。なるほど。あ、できた？できたらしい。できちゃった。え、なんかそこいるよ。変な虫、動くでしょ。虫じゃないか、人もいるわ。動くでしょどうせ。拾う。ルイスのメモ、全部読むことはしないと思いますが、多分。気になる方は一時停止して読んでみてください。この島で行われたプラーガの応用実験は、エルヒガンテやノビスタドールのような元が人間とは思えぬような特殊な存在を生み出したそうだね。その中でも特にレヘナラドールは他とは一線を画している。ああ、だから今から出るやつね。このレヘナラドールの最大の特徴は驚異的な代謝能力で破壊された体組織を瞬時に再生できることにある。うん、なんか同じようなのヘブンダストで見ましたね。だからあれでしょ？
そうそうそう、体内の寄生体をピンポイントで狙わなければならない。あ、そう、やっぱサーモスコープが必要だだよね。うん。だから、特に厄介なのは背中に寄生体がついている場合で、正面から寄生体が見えないときは何らかの方法で背中を向かせる必要がある。うつ伏せに倒すことができれば比較的簡単に背中を狙える。なるほど。ああ、見るからにやばそうですね。え、そのサーモ、何の音？自動ドアか。調べる。ひどい。何の研究だ？サーモスコープはどこで手に入るの？あなたが持っている、もしかして。あ、違う、冷凍室のカードキー。あ、鍵を開けないとダメなのか。あ、こんにちはこんにちは。だ、ライフルの弾ないよ、5発しか。来ちゃった。通ります。一撃もしかして違うよね。通ります。え、冷凍室のカードキー、どっかなんか閉まってるとこあったっけ。これここまで追いかけてくるのかな。あ、いますね。え、そのサーモ、通ります。通ります。ちょっと待って。黄色、緑、赤を使おう。で、地図を見たい。この先か。入ります。カードキー使いますさあ開けよう。ここにその、なんか見るからに動きそうですね。ここにあるのかい。調べる。カードキーの書き換え端末だ。あー、ゴミ処理場のカードキーに書き換えられる。それはじゃあやっとこう。すごいね、ハイテクだね。操作する。冷却装置止める。いいえ。え、そのだからサーモ、あ、ライフルの弾あるね。なんちゃらスコープが私はないんですけど、ハーブ、なんちゃらスコープを私にください。この辺にあるんじゃないの。調べる。凍っていて開かない。あー、あるわ、この中に。なるほど。これでもあれでしょ、その冷却解いちゃったらこの辺の全部動くんでしょ。調べる。規制されたまま冷凍されてるようだ。こうはなりたくない。そうね。え、これだって動き出すんでしょ、大丈夫かしら。とりあえず止めちゃって、一応あれかな、拾ってから動き出すっていうちょっと優しさを見せてくれるのかな。これを拾ったらやつら動き出すっていう出口がロックされた。やばいやばいやばい ほら、生まれちゃったじゃん。これは多分組み合わせて、もう一発リロードしとこう。もう待ってるしかないね、これね。来るでしょ？来てます。来てます。おいで。ちょっと待って。オッケーオッケーよ。ちょっと、オッケー、大丈夫？これで。ちょっと来ないで。いたいた、こんなやつ。え、ライフルの弾ないんだけど大丈夫ですか？ちょっと出まーす。まだいるもんね。そうそうさ、時間がいい感じなんじゃないかと思うんだよね。セーブってどこだっけ？あれ、どっかでセーブ見かけたよね。
ふが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 って言ってるけど、あ、なんかある。これは何ですか？エメラルド。うわ、いっぱいいますね。私どっから来たんだっけ。開けていい？どっかにセーブがあったと思うんだよね。そろそろ終わりにしたいなって思うんだけど、この辺かな。っていうかアシュリーのところは結局良かったのかな。これ終わってからかな。なんか来てる気がするな。多分来てるね多分来てる気がするので、そういう時はアイテム画面を開いて終わりにしましょううん、多分時間いい感じだと思うので、この辺で終わりにしましょう。でも良かった、最後にあの1体だけあいつ倒せて。なんか倒せないままこれセーブしちゃうかなって思ったんだけど、倒せて良かったですね。はい、というわけでね、ちょっと激ヤバな敵が出てきたので、いや、なんとなく覚えてた、なんかサーモスコープみたいなやつ使って倒すやついたよなって思ったんで、やっぱりいましたね。背中から狙わないといけないやつもいるみたいなので頑張っていきましょう。アシュリーね、なかなか会えてないので、結局しばらくほんと会えてないね。うん、なんか前回も同じような話をした気がするけど、アシュリーもね、いないと寂しいんでね。うん、早く助けたいですね。というわけで、やだ、次回気が重いな、あんなやつがいっぱいいるの。はい、まあ頑張っていきましょう。というわけでこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、今日もバイオハザード4面白かったと思ってくださった方はぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録コメントもぜひよろしくお願いします。あと SNS やっております。 Twitter よかったらフォローしてくださると嬉しいです。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。